腕が疲れたらちょっと休憩した方がいいかな。また疲れるから、ちょっと腰を ないな。文字が小さすぎるんですよ。画面のすぐ近くに来ないと見えない。こうやって撮った。
きます。キーボードがちょっと大きすぎるね。なんでこういうよく分からなくて、ちょっとキーボードが大きすぎる。これでいこう。Thank you.
弾けるようにはならないけど、ちょっと片手を足やってるから急に前よりもまた下手になった気がするけど、まあ、でも片手なしで弾けるようになればきっといい音というか多彩な音が出せるんじゃないかと思ってるので、ちょっとやってみます。ちょっと肩をぐるぐる、ちょっとバイオリンを置いてコーヒーをもうちょっと飲むか。で、人生のメリーゴーランドをちょっと練習し始めようかと今日から思ってます。だからまあ最初は全然弾けないですよ。でも弾けるようになると思います。で最初はここにある楽譜のこの簡単に僕がちょっとアレンジしたんですけど、これを弾きます。いろいろ演奏 YouTube とかで聞いて、バイオリンでいいのは何かなとか思ったら、まあいろいろ聞いて、まあ、一番いいなと思ったのは高木リリ子さんが、まあ、ピアノ伴奏とかピアノとバイオリンで伴奏っていうことじゃない、ピアノとバイオリンでこうパートを入れ替えながら弾いてたのがなかなか良かったんですけど、まあだからそういうのを理想に置きながら、まずは簡単なところから順番にステップアップしていけばいいかなと思ってます。その演奏をちょっと出せるかな高木さんの演奏出せるかな、ちょっと待ってくださいね。まあなんか今いろんな人が YouTube とかで上手い人とか弾いてますけど、まあ YouTube でやってる人の中で日本人でいいなと思うのはやっぱり高木リリ子さんが一番いい感じで弾いてますね。上手いっていう言い方は良くないのかな、良くないというか上手い、まあ上手いんだけど、上手いというよりもなんとにかくいい感じですね、演奏が。ちょっと聞く。
作れるか、いや、できるかどうか。
それは理想を高く持つのがいいので、こういう風にいいように弾きたいなというのを思いながられなかったと思います。ということで自分の練習をします。ちょっと楽譜をよく見えるようにした方がいいかな、これは。この場合には。自分が映んないですけど、しょうがないか。自分はどこにいるんだろう。しょうがないか。近くに行こうと思ったら、向こうに行けば近くに。あんまりこうしたら自分が見れないからね、楽譜を。まあしょうがないよ。楽譜を近くに持ってくればいいんだけど、ちょっとめんどくさいな。マウスでグリグリできないから、このウィンドウの位置を調整するのが、パラメータをいじらないといけないからね。そうか、これセンターとこれクイックだ。これで入るのか。これにしようと。で、自分が、こういけばいいのか。椅子が邪魔になる。椅子を抜けてこれどうかな。本気に置きたいな。こうしよう、みたいな。逆向きに置くためには、
難しいな。こうか。ちょっとテープも邪魔になるかな。テープも消してどうかな。手張りの特に似たような蝶が多いんだけど、フラット2つって何だろう。あ、フラット2つって変路蝶なのか、またはトタン蝶、どっちだろう。うん、めんどくさいね。聞いたことないね。主音が単調か長調かどっちなんだろう。単調か長調かも分かんないけど、まあどの音をよく使ってるかを見ればいいわけだね。最後の音を見てもいいかもしれないけど、カーナルスのクラシックでなかったらそれが当てはまるか分かんないんですよね。でも最後の音はレとかどうかもしれない。じゃあラかもしれない。ラかな、レかな。ちょっと待って。指押さえの表みたいなのが必要あって、変路長調またはと単調、変路長調だったら主音は、ラシャープ、あとは C フラット、と単調だったら主音はそうか。トタン調だと思った方が使
こっちの子がよく出てくるのか。これ色分けしたのはこの結構これ分析すると見えてますよね。今青いところは薄青いところはこれは結構基本のメロディーで最初の主題みたいな感じ。これ何形式っていうんですか、なんか形式がありそうなんですけど、 A って書いたところが一つの最初の基本的な主題で、 A' と書いたのはその A をちょっと装飾音じゃないけどちょっと変えて、ちょっと主題の A をちょっと変奏曲っていう変奏したのかなんていうのかな、変えたようなやつで、まあほとんど似てるんですよね。でその後 B っていう B これ色変えようと思ってたの、B のちょっと色を、B とか C とかが次のちょっと展開文みたいな感じで、 D とか E も展開文みたいな感じ で最後にまた同じ A' っていう最初の主題の変装みたいなところがまた出てくるっていう、そういう形になってます。これの何形式っていうんですかね、クラシックなのこうなんだっけソナテ形式とかロンド形式とかなんかいろいろあるけど、これなんていうかちょっとまあ調べたら分かるかもしれないけど、分かんないけどまあこういう構造をしています。で、まあまずは A の一番簡単な A の部分、青薄空色ので色をつけた部分ですよね。ここがまず弾ければいいかなとちょっとこれここで演奏できるんでちょっとやってみると聞こえるんだよね。ずれてるか映像がずれてるかもしれないけど、まあこれはしょうがない。これをまずは今日は練習したいと思います。まあ、ちなみにちょっと一回全部聞いてみようか。で次の部分はどんな感じになるか。A ダッシュのところですね。A とかなり似てるんだけど、まあ、途中まで完全に一緒で、途中からちょっと変わるんだけど、まあ大体似た感じなんですね。ちょっと A ダッシュのところから演奏します。ここも違うね。この辺はちょっと違う。終わり方が違う。で、ちょっと感想があって、で、B のところ。展開部。基本的に完全に一緒ですが、 A' そのものですね。まあ一応メゾピアノとかそういう記号はあるけども、まあ基本的にこれで終わりです。で大体これをもう一遍ちょっと全体をまた変えてもう一回演奏するみたいな風にみんなしていった方がいいんですけど、まあ、こういう構造してるんだから A と A' は同じで、あとはまあ BCD というかまあこういう展開部もあるけども、まあ、基本のメロディーはこの A の空色の部分ですね。16小節だけ。だからまずここをちょっと今日は指番号とかも書かないと
やりにくいんですけど、ちょっと昨日の晩そこまでやる暇なかったので、昨日の晩ちょっと急いで作ったんですけど、ちょっとまあこれをちょっとでも練習します。最初は0から。でこれはフラットがどこについているかというと、C とミか、ミとシがフラットなんですね。レは開放弦なんで、D 線の開放弦ですね。違う、D 線ですね。そう。これがフラットなんで、ここがフラットなんですね。
すいからあれでいいか。今6小節目です。ここは2の指で、9小節目は開放弦のラから次はレだから 3で、これはラかラ違う違う、あそうラだね。この開放弦のラの1オクターブ上か、ファーストポジションで全部弾けるんか。10小節目ね。10小節目の最初の音は、E 線の4の指で弾く高いラね。で、4の指、3の指。10小節目はいい。次はナチュラルのミで。12小節目。
まあ今日はこれぐらいにしときます。疲れたし、ここだけだったら結構簡単に引けるんですよね。これをもっといろいろなピッチカートも入って本当は入ってくるし、まあ、緩急とか強弱とかゆっくりにしたりとか、その辺が結構大事だと思うので、そこを本当はもちろんちゃんとやらないといけない。まあおいおいできるようにしていきたいと思っています。